本サッカー史上ナンバーワン選手は三笘やけど、2位は香川か本田か。日本サッカー史上ナンバーワン選手は三笘やけど、2位は香川か本田か。議論の余地あるやね。ワールドカップを重視するかどうかで変わる。ワイは三笘、久保、冨安がトップ3だと思うわ。三笘は今の活躍を 2,3 年継続したら文句なしでナンバーワンだわ。現時点じゃまだ全盛期香川の方が上。ブンデスリーガはレベル低いからそれはないわ。香川を過大評価しすぎ。三笘が卒論書き終わる年齢の時、香川はプレミアでハットトリック決めてた。万有主力としてリーグ優勝した。で、今の香川は？バカにしてたレバンドフスキ、ギュンドアンは？まだ三笘は1年も香川に及んでないけど。モイーズ&ファンペルシー、よろしくニキー。そこがピークですごい速さで落ちていったな。ブンデス2連覇の中心人物で万有でもクロスがいじくるまではそこそこやれてたやん。第2期ドルトでもそこそこやれてたし、そこからの凋落を水に全盛期だけで比較するなら決して過大評価ではない。その2連覇がレベル低いブンデスリーガだから価値が低いわな。香川がドルトムントで優勝した頃のブンデスっていう EFA ランキング2位やったけどな。3位がリーガエスタニョーラ。1位リーガ、2位ブンデス、3位プレミアや。代表での活躍は大事やね。三笘はまだ香川岡崎の足元にも及んでへん。どっからどう見ても三笘より香川の方が上やで。本田って何かした？ワールドカップのゴール、アシスト数ともに日本人トップとか？ポジション柄名前でないけど、ワイは長友もその論争に加わってええと思うわ。前世紀本田のフィジカルは日本人離れしてたで。でもやっぱ日本人はスピードタイプの方が向いてるわ。まだ早いよ、この調子数年続けたらあります。現在の実力と現役時のピークで言えば三笘、香川、遠藤、中田、本田、久保、ただ久保だけは年齢的にもまだピークでないから、これからどうなるか楽しみ。お前ら、ちょっと前まで冨安って言ってたやろ。判断するのが早すぎる。5年後に決め。久保か冨安だろ。まだシーズン通して活躍していないのにナンバーワンって草。